久留米で石鹸を作り始めてもう90年近くなりますね。ずっと無添加石鹸を作り続けてきてて、で石鹸の純度をもっとさらに上げるためにしっかりと職人が確かめて世に出てる感じですね。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。釜炊きっていう作業になりますね。基本的に油と化成ソーダっていう、水酸化ナトリウムっていうものをこう混ぜ合わせるような形になります。化成ソーダの入れる量っていうのを機械で例えば時間を計って入れてるわけじゃなくて、自分の目で見て入れるのを調整してる。ずっとやっぱり見てるんですよ。色が変わってきたりとか、モコモコしてきたりとか、目で見ながら入れ込んであげるんですね。調整の時はやっぱりその下で確かめながら確認してるっていう感じですね。一流の石鹸を作るには10年っていうふうに言われますね。これだったら使えるじゃなくて、この商品は楽しんで使ってるっていうような部分も含めてですね、さらに広げていけたらなと思ってますね。私が未来に残したい風景は筑後川ですね。この会社自体がやっぱり石鹸をずっと作ってきてて、川に流れても微生物とか小魚とかが分解してくれるっていう部分があるので、やっぱり一番近く感じる風景だからですね。今からもやっぱりこう無添加で川を汚さない努力っていうのを今後も続けていきたいと思ってますね。